試練が怖いとき、怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。説明や解説が必要なら私に任せてください。試練が怖いとき、苦難に負けそうな、ごきげんよう先生。修行部の三森です。これから末永くよろしくお願いいたしますね。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。試練が怖いとき、試練が怖いとき、子供扱いしないでください。これでも心は変わらずみんなのお姉さんですから。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。中の物語のように。小さいからって舐めないで。自警団任務の延長ですね。小さいからって舐めないで。試練が怖いとき、私が来て、私の名前はハカリアツコ。先生は私に何を望むの？それが私にできることならいいけど。自警団任務の延長ですね。ボク様登場。今回の実験の被験体はどこだ？正義実現委員会、羽川蓮美。先生の指示をお待ちしております。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。説明や解説が必要なら私に任せてください。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園給食部、本の中の物語の、ごきげんよう。
ミレニアム学園。ご主人様と一緒に楽しじゃーん。ついに試練が怖い時、小さいからって舐めないで。ゲーム開発部部長ユズです。本当に私を連れてってくれるんですか？黒見セリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。怪我をされた方はいらっしゃいますか？給食部の風花です。小さいからって舐めないで。時系団任務の延長ですね。ごきげんよう。あ、ミレニアム学園、ミレニアム学園、ミレニアム学園。どれだけ寒い場所だとしても関係ない。なんたってオイラレッドウィンター連邦学園の偉大な書記長だからな。あ、うん、ライディング中だったの。先生も一緒にどう？まずは軽く 200km くらい。それで今から何をすればいいの？少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。試練が怖いとき、本の中の物語、本の中の物語の試練が怖いとき、ゲヘナ学園救助。うわぁ、先生でしたか。誰かと思ってびっくりしました。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。怪我をされた方はいらっしゃいます？ウェイトトレーニングは科学です。ミレニアムの最先端の理論が輝きを放つ領域なんです。えへへ、お祭り運営委員会の静子です。これからよろしくお願いしますね、先生。え、ああ、はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。ごきげんよう。あ、本の中の物語のよう。
説明や解説が必要な美食研究会のあかり、お会いできて嬉しいです。怒ってないから。説明や解説が必要。修行部のマスコットババンと登場。お待たせ先生。で、今日は何しよっか。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。物語のように私たちの物語が始まります。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部の小さいからって舐めないで。みそのみか、ついに登場って感じかな。あ、私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。説明や解説が必要なら私に任せてください。みそのみか、ついに登場って感じかな。私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。こんな強くなっちゃって大丈夫？ちゃんと面倒見切れる？
別に退屈なわけじゃないけど。何か手伝おっか。任せてもらえたら頑張るね。へえ、先生が仕事する姿ってこんな感じなんだね。私に？これでいいのかな。先生は騙されたんだよ。どうしようね。もう朝までここにいるしかないよ。こんな簡単に私を信じちゃうなんて、先生ってほんと、あれほど私を信じないでって言ったのに。ここで騒いだらみんなにバレちゃうよ。いいの？私は別にいいけど。あれ？もしかして怒った？私が問題児だったことくらい先生だって知ってたでしょ。その困らせたかったんじゃないの。先生に嫌われるのはやだ。でもちょっとだけ、ほんのちょっとでいいから先生と一緒にいたかったの。